会場に、お越しいただいている皆様、はい、あとはライブ配信をしストリーミングですね、はい、来ている方よろしくお願いします。よろしくお願いします。では私は後半まで待ってますので、はい、はい、じゃあまず、はい、じゃあ私の方で前半30分ぐらいを、目処にですね、前の、機能を説明していこうかなと思います。まず主要機能の部分なんですけれども、ビューポートの、シェーディングテクノロジー、あとはダイレクト X のところですねの、説明、そしてモデリングワークフローですねを、高速になったモデリングワークフローのところと、新アセンブリーツール、これはもう新しいそのデータの持ち方みたいなものですね。あとは、グリースペンシル、そしてペイントエフェクトの新しいアトリビュートという、形で紹介させていただければと思います。はい、じゃあまずはビューポートのところですねを、メインに紹介していこうかなと思うんですけれども、こちらですね、まあ、データもすでに開いておりますけれども、こちらの方、ビューポート 2.0 というふうになっているんですけれども、横にダイレクト X というふうにですね、表記されております。ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、今はダイレクト X の、ビューポートで、表示しているというような形になります。なのでマニピュレーターとかですね、あ、しまった、例えば、こういったマニピュレーターとか、あとはコンポーネントレベルとか、ダイレクト X11 のビューポートで表示することができるようになってますし、あとは通常の前の操作と同じような感覚で操作することができるようになります。はい、でまずダイレクト X11 のところの、シェーダーの話に行きますけれども、こちらの方のマテリアルにはダイレクト X11 のエフェクトシェーダーですねというものが、割り当てられております。で規定でダイレクト X11 のシェーダーを、割り当てると、この FXO というものですね、ウーバーシェーダー FXO というものが割り当てられます。でもう一つですね、 FX という、オープンなデータがあるんですけども、そちらの方を、参考にですねカスタム化することもできますし、もしくは FXO のようにコンパイルして、動作の速いような形のフォーマットを、作ることもできますと。でこちらのテクニックのところに、テッセレーションというところがあるんですけれども、テッセレーションワイヤーフレームですね。でこちらの方を有効にすると、ビューポート上で GPU が計算するそのテッセレーションというものに切り替えることができたりとかします。はい、でまずはですね、これ今まで紹介したことなかったんですけれども、まずはその部屋の部分ですねの、話からいきたいと思います。でまずはこの、スペキュラーの部分ですねを見ていきたいと思うんですけれども、こちらの方今ブリンの、シェーディングで表示しているものなんですけども、アニストロピックというものですね、違法性反射も、サポートしております。でこちらの方に切り替えると、まあ、ちょっと今出てきたと思うんですけれども、違法性反射のスペキュラーの状態というものの効果というものを表示することができます。でさらにですね、こちらの方今マップを貼ってるんですけれども、これ方向ですね、どういった方向に動いているかというのを、スペキュラーのハイライトの方向を示しているマップになります。でこれを利用することによって、より詳細なですねスペキュラーというものを、まあ、こんな感じの濡れたようなスペキュラーですねというものを表示することができるようになりますと。であとはこのスペキュラーパワーですねを、小さくしていくと、よりヘアラインみたいなですね効果というものを作ることができます。でまたですね、こちらの方透明度のソーティングというものがうまく、表示されてないんですけども、こちらの方2013の方ですねで、改良しておりました、透明度のアルゴリズム、こちらの方シンドピーリングってやつですね、デプスピーリングなんですけども、こちらの方に切り替えると適切なオパシティの前後関係というものを表示することができるようになります。まあ、これによってですね、オブジェクトの順序に依存することなく、オブジェクトの表示順序によって適切なオパシティの表示というのがされるようになります。であとですね、カットアウトというものを、こちらの方にマップとしてグレースケールですね入れてるんですけども、こちらのバイアスを利用することによって、どの程度そのオパシティのマスクですねを加味するかというのを定義することができます。まあ、こういった形でですね、部屋の、よりリアルなシミュレーションというものを DirectX で表示することができるようになりますと。あとこちらの方ですね、後ろのジェットパックの方に、ディスプレイスメントマップを割り当てているんですけれども、こちらの方は、今テッセレーションを行って実際にオブジェクトをディフォームしているというような、盛り上げているというような状態になりますね。はい、
ちょっとテステレーションの方のアトリビュートを見ていきますけれども、こちらの方ですね。まずはそのタンジェントベクターかもしくはグレースケールですね、白黒の映像絵か、もしくはそのベクトル方向を向いているそのマップかというのを選ぶことができます。でこちらの方をつけることによって、例えばこの弾丸が当たったような効果ですねのディフォームというものを調整することができます。でこちらの方実際にはですね GPU で計算しておりますので実際に処理が早く終わります。でワイヤーフレームで、見てみましょうと。でテクニックをワイヤーフレームするとこれぐらい細分化しているというような状態ですね。でこれマップに応じて細分化できるレベルというのは決まってくるんですけれども、まあ、ある程度ですねこちらもレンジを上げることによってより細分化を行うことができると。2000とかできるかもしれないですねこれ。はい、こんな感じ でもう一回テステレーションをアクティブにしますけれども、まあ、こんな状態で、綺麗なですね、メッシュの状態というものをディスプレイスメント化して、再現することができるようになります。はい、でこれが DirectX の、まあ、簡単な、紹介になるんですけども、次はあのビューポートのところですね。今回からさまざまなものが対応しているんですけれども、まあ、代表的なものがサンプルインフォノードですね。こちらの方を利用することによってデプスを作ったりとか、あとは BRDF みたいなそのカメラフェイシングというものなんだっけ、カメラレシオ、フェイシングレシオが、対応しておりますので、そんな効果をビューポート上で表現することができるようになります。でまずはですね、ノードエディターを見ていただきたいんですけれども、まあ、こちらの方ですね。であとブックマークとかも取れるようになりましたので、このノードエディターを使うことによって、メリットというのが非常に広がるじゃないかなと思います。であとこのちらのノードですねは、色分けされておりますので、例えばジョイントだったらば、紫ですね。で普通のノードだったらグレーとかそういった、色の、分けがされておりますので非常に見やすくなっております。はい、じゃあちょっとまずはレンダーレイヤーの方に、レイヤーですね、まあ、デプスの方を見てみましょうと。でこちらの方今あのサンプラーインフォノード、こちらのシェーダーですね、 Z デプスマットというマテリアルを全体に、まあ、かましているんですけれども、まあ、カメラの位置であるとか、あとは今のランプのカラーですねに応じてデプスの状態というものを調整することができるようになります。これ今まであのサンプラーインフォを介してレンダリングしないと、ソフトウェアレンダーですね、をしないと確認できなかったんですけども、こういったことができるようになります。で、こちらの方、グレースケールだけではなくて、当然色とかもですね、対応しておりますので、これ見にくいですね。例えば青とかにしてあげたりとかすると、まあその色というものが反映するというような感じになってきます。で、もう一つですね、リフレクション系のまあマテリアルをサンプラーインフォを介して、貼っているんですけれども、こちらの方ですね、フェイシングレシオを、ランプの方に、まあ、絡ませて、あと演武ボールですね、これ HDR のマップなんですけども、それを、まあ、割り当てているというような状態です。で、プラス、このリフレクション、まあ、ハイライトの部分ですね、の調整というものを、こちらの位置で調整するような形をとっています。まあ、こういったやり方ではない方法もあるとは思うんですけど、ちょっと私これしか思いつかなかったので、こういったやり方になります。なので、これでリフレクションのレベルというものを位置情報に応じて、まあ、可変させるというようなことが、今回から、まあ、リアルタイムでビューポート上でできるようになりましたので、非常に時間の削減というものになるんじゃないかなと思います。まあ、その他ですね、3D ペイントとかも、ダイレクトにビューポート 2.0 上でできるようになりましたし、あとはさまざまなその表示系というものも対応してきておりますので、まあ、90% ぐらいこのビューポートの方が完成しているんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きましてですね、モデリングの方に移っていきたいと思います。あ、じゃあモデリングの前にですね、ちょっとワークフローの説明からいきたいと思います。でこちらの方ファイルパスエディターというものをまあ今表示しているんですけれども、ファイルパスエディターを使うことによって、ただ外れているパスを合わせるだけではなくて、例えばいろんなローカルのディスクであるとか、あとネットワークドライブとかに散在している、データですねを、ローカルに持ってきて、そこにパス合わせするということも今回からできるようになっています。でこちらの方がそうなんですけれども、まあ、サポートしている、データタイプというのがオーディオファイルであるとか、あとは DX11 シェーダーですね、テクスチャー、イメージプレーン、あとリファレンスデータですね、リファレンスのデータとか、
パスが外れていた場合は、それにパスを合わせることもできますけども、そのデータをローカルに持ってくるとか、もしくはローカルからネットワークドライブに持っていくということができるようになります。ではテクスチャーの方ですねを持っていきたいと思いますね。でこちらの方はリアクターテクスチャーというところですねにあるみたいなので、それを持っていきましょうと。 Z ドライブのマヤのリアクターテクスチャーですね、こっちにパスを合わせてあげて、こっちのテクスチャーの方に持ってくると。でプレビューするとコピーされたデータというものがずらーっと出てきます。で今これまだ転送しているわけではないんですけれども、パスがちゃんと合うかどうかっていうのを、確認している段階です。なので未解決のままっていうのはゼロパスというふうになってますので、このまま続行するとテクスチャーが、まあ、送り込まれるという感じになってきます。であとはこちらの方で再パス設定をしてあげて、でデータですね、あれこれはし、もうなんか同じフォルダがあるからよくわかんないな。でデータですね、はい、こちらにテクスチャーっていうのがありますので、こちらの方をリカーシブに、まあ、回してあげてと。でこれで解決完全にしましたよというので、まあ、今解決してないのはリファレンスだけで、あとはテクスチャーの方は解決するというような形になります。これ今以前はボーナスツールにあったんですけれども、今回から正式マヤの、マヤの正式な機能として搭載されているというような感じになります。はい、じゃあ続きましてモデリングの方に移っていきたいと思います。でまず新しいその削減のアルゴリズムですね、これソフトイマージのテクノロジーをそのまま持ってきているやつなんですけれども、きれいにこういったハイメッシュのものをリデュースすることができるようになっています。でこちらの方削減というものですね、以前もあったその削減の位置にありますと。で見ていただくと、こういったアトリビュートになっていますと。でソフトイマージ使っている方なら分かると思うんですけども、こういった保持、機能の保持の部分とかですね、あとはパーセンテージ、頂点の、制限とか三角形の制限とか、そういった、オプションがあったりとかします。でこの状態で 95% ぐらいにしてあげて削減をすると。で今これですね、全体のメッシュに対してやっておりますけれども、コンポーネントレベルですね、そのフェースを選んでそこの部分だけ削減するとか、そういったこともできるようになります。はい、今 95% で 90% にするとかですね、非常に高速にですねこの削減処理というのができるようになっています。であとは例えばここの足の部分のデンシティが大きいという思われる場合は、ここの部分だけに対してフェースのですね削減というのがありますので、まあ、これでここの部分だけを削減するということもできるようになります。で 50% ぐらいにしてあげると、はいはい、こういったフローというのが今回からできるようになってますし、今までマヤのメッシュ削減アルゴリズムだと三角形になってしまっていたんですけども、極力四角形というものを維持して削減してくれるので非常に便利になるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きましてちょっとこれすいませんね、ポリリデュースは消しましょうと。はい、続きましてモデリングツールキットの話に移りますけれども、まあ、こちらの方にですね新しいモデリングツールキットというものがあるんですけれども、こちらの方を有効にしてみましょうと。で今までのマヤのモデリング機能というものを刷新するわけしたわけではなくて、新しいそのツールセットというものがこのエディターに搭載されているというような感じになっています。はい、で非常にシンプルなんですけれども、非常に強力な、ツールになっています。で例えば、やばい、この人だけを、まあ、表示しますけれども、ソフトセレクションを例えば有効にしますと。で今までこれぐらいのメッシュであればマウスカーソルをこういうふうに動かした時のパフォーマンスというものが、低下していたんですけれども、このツールキットを返すことによって非常に高速にですね、今から選択する部分というものをプレビューすることができるようになります。でプラス、シンメトリーというのが有効になりますので、例えばこちらの方ですね、エッジを有効にしてあげて、まあ、ここがおそらくセンターラインということで、センターライン用のエッジを選択してシンメトリーの軸というふうに設定してあります。であと今みたいな設定で、あ、設定というかソフトセレクションですねを見てみると、
両方の、シンメトリの軸を介して両方の、頂点のソフトセレクションというものができるようになっています。であとですね、こういった、頂点を選択してですね、マニピュレーターを見てみると、まあ、二軸にですね拘束した形で XY とか YZ とかそういった形で動かすことができるようになっています。今までこれはできなかったんですけども、このツールキットを利用するとできるようになります。でプラスあと動きっていうものですねがいろいろあるんですけれども、コントロールシフトを押しながら真ん中クリックですね、押すことによってマウスカーソルを真ん中クリックで動かすことによって、このサーフェイスに沿った形で、頂点を移動しているのが分かるかと思うんですけども、こんな、動きというものができるようになります。まあ、こちらの方にもコンストレイントの、サーフェイスというのがあるんですけれども、角度とか境界ですね、これを利用しなくても今のショートカットで、できるようになります。はい、で続きまして、こちらのメッシュ編集機能にちょっと移っていきたいと思いますけれども、例えば、ここの部分ですね、今これワンメッシュになってしまっているんですけれども、ここの部分をもう一回、再モデリングしたいという場合ですね、このクワッド描画ツールというのが非常に便利なので、こちらの方をやってみましょうと。でクワッド描画ツールってどういうものかをちょっと概要的なところをシンプルにやりたいと思うんですけれども、まあ、こちらの方を有効にしてあげて、ビューポート上ですねクリックすると、こういったオープン GL 描画、あ、これ今、あ、そうですねの、点が出てくるんですけども、これただの頂点であって、バーチャルで今表示しているだけの状態になります。でこれに対してシフトを押すとポリゴンを生成することができるようになります。であとコントロールを押すことによって、このポイントというものを削除することができるようになります。なので例えばこういう感じでポイントをバーチャルに作ってあげて、位置を移動してあげてシフトでずらっとやると、こういったモデリングが簡単にできるようになります。はい、でちょっとこちらの方ですね、サーフェイスをこのキャラクターに合わせてあげて、ちょっと待ってください、この人出てこないな、あ、これですね、出てきましたね、メッシュにしてあげて、このサスペンダーみたいなところの部分をモデリングしていこうかなと思います。こんな感じですね、はい、でやってずらっと書いてあげる。でこういうふうにモデリングしていくと、例えばメッシュが干渉したり、中に埋め込まれてしまって見えないという場合があると思うんですけれども、こちらのオブジェクトの X 線オンのオフで非常に見やすい状態でモデリングをすることができるようになります。あとはこういったコンポーネントレベル、真ん中クリックでエッジであるとか頂点であるとか作られたそのポリゴンの各コンポーネントを移動するということができるようになります。こんな感じですね、非常に高速にモデリングというものができるようになります。でプラスですね、あとシフトをしながらポリゴンの方にマウスを持っていくとですね、こういった、破線のガイドラインが出てきますけれども、こちらの方は今からエッジを作りますよというような、ガイドになりますので、これで真ん中クリックを押すことによって、フェースの真ん中ですね、中点に、ポイントを合わせてエッジを作ってくれると。左クリックだと好きなところにエッジを作ることができるようになりますというようなですね、嬉しいツールというものが今回から追加されております。ただこちらの方にですね、いろんなマルチカットであるとか、ターゲット連結とか、接続とか押し出しとかありますけれども、ちょっとこちらの方が今、スペシャルなものだと思いますので、これでやっていって終わりにしたいと思います。はい。で、あとですね、例えばコンポーネントを選択するときですね、タブキーを押しながらなぞっていくと、まあ、フェースを選択できるとか、あとは頂点を選択できるとかっていうような形になりますけれども、例えばエッジを戻ってあげて、この部分を選択して、あ、ここ間違ったっつってフェースに戻った場合でも、セレクションが保持されるようになります。もしくはコントロールをしながらエッジの方に移ってあげると、今先ほどこちらの方を選択してたんですけども、フェースが選択されていたボリュームを、見てエッジセレクションに変換してくれるし、頂点にも変換してくれるというような感じになってきます。であとその他ですね、ループリングをプレビューとかっていうものがありますので、これ非常に便利ですね。例えばここの部分を今からルーピングしたいという場合ですね、選択してあげて、
シフトをしながらマウスカーソルを持っていくと、まあどこがリング選択されるかというのがプレビューされると。でこれでダブルクリックするとそこの部分があれ選択されるというような感じですね。もしくは全体的に選択したい場合はこんな感じですね。はい、というような選択もできるようになっております。あとですね、ちょっとセットクリスエディターをやりたかったんですけれども、データが、リファレンスデータが読まれなかったので、ちょっとこのデータでやりたいと思いますけれども、例えばここのエッジの部分ですね、一旦選択してあげて、ウィンドウのリレーションシップエディターですね、に、折り目セットエディターというのが今回から追加されております。あ、ちなみにこの折り目セットエディターは PySide で書かれている、ツールです。なので、ソースがサイトパッケージの中にありますので、もし興味ある方は見てみてください。であとこちらの方ですね、折り目セットエディターを使うことによって、例えばシーン切ってやると、ここが折り目になります。あまりやりたくないんですけども、3番を押すと、スムースメッシュプレビューがされますので、こちらの折り目というものが有効になっています。で今こちら1個しか選択しておりませんけれども、例えばこれマルチで選択して、こちらのメンバーに登録ということが簡単にできるようになります。なので例えばメンバーの追加であるとか、メンバーのリムーブとか、もしくはメンバーを選択するとかですね、というのができるようになります。メンバーを選択すると今設定したエッジというものが選択されるようになりますので、どこに折り目セットが登録されているかというのが、分かりやすくこれで管理できるんじゃないかなと思います。はい、これぐらいだったよな。ということで、モデリングはまだいろいろありますけれども、まあ、この辺にしてですね、続きまして、ペイントエフェクトの、新しいアトリビュートの方ですね、を説明していきたいと思います。ちょっと簡単にですね、まずこちらの方で説明していこうかなと思うんですけれども、まずペイントエフェクトを可能にすると。で、ブラシはですね、さまざまこちらの方のバイザーに入っているんですけれども、まあ、こちらにあるやつでやっていきたいと思います。でまずはですね、こちらの到達に対して、まあ、こういった植栽を、まあ、生成するという感じなんですけれども、例えば、この枝とかですね、がちゃんとこのサーフェイスに吸着していないというので、今回ついたのが、サーフェイスの入力というものですね。でこちら、チューブの、動作のフォースというところにですね、サーフェイスに引き付けですね、サーフェイスアトラクトというものがありますので、こちらの方を有効にしていくと、枝の方がどんどんサーフェイスに吸着していくというような形になります。で見ていただくとですね、メッシュにこのペイントエフェクトがめり込んでいる部分がありますので、これを解消するのがこのサーフェイスの衝突というところですね。まあ、これを有効にすることによって、必ずこのサーフェイスの上にペイントエフェクトの、で作ったブランチ、植栽もしくはここら辺のものですねが、配置されるというような感じになります。あと衝突方法を今外側にしておりますけれども、内側にするとかですね、ということもできるようになります。まあ、これによってですね、今まで困っていたお客様は非常に便利というか、今までの問題が解消されるんじゃないかなと思います。なのでこのグローバルスケールとか上げていっても必ず吸着するというような感じになります。はい、でちょっとですね、見て、F チェックで、まあ、どういった効果が作れるかというものを簡単に説明していきますけれども、なんかペイントエフェクトというと、植栽ばっかりのイメージがあるかと思うんですけれども、まあ、それ以外ですね、こういった、エレクトリック効果というものも、作れるようになりますので、例えばそのシーンを開けてみたいと思います。これかな、これじゃないこっちだ、ね、でさっきレンダリングしたイメージなんですけれども、実際のシーンはこちらの方になります。でこちらの方もですね、新しいアトリビュートというものを作っております。
それがあのスペースコロナイゼーションアルゴリズムというものですね。要は、占有サーフェスとボリュームという、まあ、アトリビュートを利用して作っているわけなんですけれども、まずこちらの方のオブジェクトですねの中に、このペイントエフェクトのオブジェクトが入っているわけなんですけども、こちらの方ですね、そのオキュペーションサーフェスボリュームですねを使って、生成しているというような形になります。じゃあそちらの方ですね、やっていこうかなと思うんですけれども、はい、でこちらの方がその元のデータですね。ちょっと一旦これラインモディファイアを削除しますけれども、普通にペイントエフェクトを生成するとこういった感じになりますと。でこちらの方ですね選択してあげて、まずはペイントエフェクト のラインモディファイアというもの、モディファイアを作成で先ほどの球体というものを作ってあげます。まあ、こちらの方は立方体でもいいんですけども、まあ、これを作ってあげると。でこれによってこのペイントエフェクトが、シミュレーションというかなんか干渉し合っているのが分かるかと思うんですけれども、まあ、これだけですね。なので、例えばこちらの新しいアトリビュートですね、占有ボリュームというものを使って、引き付けの占有ですねというものを上げていくと、どんどんこのボリュームに対して、ブランチが吸着していくというな感じになります。ただ、そのブランチが吸着するだけではなくて、この球体の中にバーチャルで、その入引き付けるためのポイントというものをランダムに生成します。でそれに向かってオブジェクトがどんどん育つというような、オブジェクトというかペイントエフェクトの先端ですねが育つというようなものです。なのでこれを使うことによって、なんだろうな、空間の、有効活用というのができるようになります。でこちらの方ですねプリセットを用意しておりますので、こちらの方を作ってあげて、まあ、パラメータ的にはこんな感じですね。引き付けの占有というものと、あとは、オフセットを使ってこのラインモディファイアが近づいたときにこの中に生成するというようなですね形を今取っております。まあ、こうやるとこのオブジェクトの外に出てしまうんですけども、それは後で設定していきます。であとこちらの方ですね、オフセットというものがありますので、オフセットを作ることによって枝と枝の間に、まあ、スペースを作ってそこには生成しないというような処理を、こちらの方で行うことができます。なのでこのパラメータを上げていくと枝がなくなります。でどんどん下げていくと枝が、細分されると。なので生息できるスペースというものがどんどん増えていくというような、感じになります。でこのオブジェクトをですね、ペイントエフェクトをこのサーフェイスの中ですね、この球体の中に、生成したい場合はペイントエフェクトの新しいそのツールですね、モディファイアのオブジェクトの塗りつぶしを設定、まあ、要はフィルオブジェクトってやつなんですけども、このサーフェイスの中に、このペイントエフェクトのエレクトリックみたいな効果ですねが生息するというような感じになります。でこちらの占有ブラシを終了というものにチェックを入れることによって、必ずこのサーフェイスの中で、まあ、エフェクト効果というものが作られるというような感じになってきます。はい、ちょっと簡単ではございましたが、こういったことが今回のペイントエフェクトでできるようになりましたので、ぜひあのカスタムブラシとかを作ってこういった効果であるとか、あとは植栽の効果とかですね、あとはその動脈効果とかっていうのも作れたりとかしますので、その医療の方でも有効活用できるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、後半のパートに移りたいと思うんですけれども、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、あの新アセンブリツールというものですねを今から、掛け合いのデモンストレーションをして、そうですね、はい、私もここから参戦ということで、はいはい、参戦してもらおうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、こちらの方を、今からデモンストレーションしていこうかなと思います。これは簡単に言うとどういった機能なんでしょうかね。まあ、これはあの新しいタイプの、コンテナのテクノロジーですね。コンテナ、はい、でそれを、コンテナに含めたデータというものをリファレンスとして前に持っていくというような形になります。でプラスその中には、規定で3つのレプレゼンテーションタイプというものが、ありますので、データタイプですね。データタイプですね。リプレゼンテーションというのは、リプレゼンテーションというものも切り替えですね、表現というものを表しているんですけれども、表現方法ですよね。はい、表現方法、プロキシーみたいなも、ものとか、そういったものを登録ができるという、はい、そういうものなんですけども、言葉で説明しているとちょっとわからないかもしれないので、そうですね、はい、
図をじゃあ見せていただけます。はい、でまずおそらく、まあ、マヤだけではなくてさまざまなその DCC ツールを使っている方が直面している問題というのがあると思うんですけども、こういったものが挙げられるんじゃないかなと。非常に膨大なセットとかですねを、ロードするときに時間がかかったりとか、あとはもうマニピュレーションができないという場合があると思うんですけども、それを解消するためのツールでもあるかと思います。はい、はい、でさっき言っていた、レプレゼンテーションタイプという、ものがなんですけども、それが3つ、今回用意されていて、まずはロケーター、そしてキャッシュでマヤシーンというものがあります。はい、で今日ですね、デモンストレーションさせていただきますのが、まあ、イレコ型の、新アセンブリというものなんですけども、まあ、階層構造型のアセンブリツールと呼んでますけれども、そこの、ここの部分を開いていただいて、まあ、全部展開していこうかなと。一つ一つのこれはファイルアイコンなんですか、ですね、これが、一つ一つのファイル、マヤファイルですね、マヤファイルになっていて、この中にキャッシュファイルですね、キャッシュファイルの、はい、アレンビックとか、そういったものも含めて、一つのオブジェクトに対して複数のタイプですね、軽量化させるためのデータとか、そういったものをひとまとめにして、リファレンスをもっと便利に使おうといった感じでしょうかね。そうですね、はいはい、そういったものをまあやっていこうかなと思いますので、はい、じゃあ加瀬さんの方の画面に切り替えて、はい、じゃあ今丸がついてるところですね、赤い丸がついてるところの、左側のところですね、これがトップの、シーン全体のトップファイルになるんですが、はい、それでは私の方へ切り替えてみてください。はい、ではですね、先ほどの、図で出ていたですね、トップのファイルを読んでみましょう。はい、こちらなんですけども、ロケータしかないシーンですね、これは合ってますか、これで。はい、はい、で、これがデフィニッションノードですね、はい、定義ノードというものがあって、でシティという、名前がついてますけども、これがですね、これから、お見せするシーン全体の、先ほどの図ですね、図で下側にこうぶら下がってましたけども、それぞれのデータの、まあ、トップノードで、プロキシーとして表現をしているといった形になりますね。ダグノードでもありますので移動ができます。ではですね、シーン全体ちょっと見ていただきたいんですけども、こちらがまあデフィニッションノードということで、表示しているリプレゼンテーションタイプ、表示タイプというのは今、ロケーターになってますね。ここに、下にですね、ジオというのが小さくこれ書かれてますけども、こちらを選択してみましょう。ジオと。で、今ですね、シーン全体の街並みの各オブジェクトですね、これを今ファイルサーバーから、ネットワークで今転送して開いています。とそろそろ終わるかと思いますけども、はい、読み込めたと思います。ちょっと黒くしますね。と引いてみるとですね、パーティクルみたいなものが無数にこうあったりしますが、これ一つ一つがですねロケーターです。はい、で先ほどのデフィニッションノード、トップノードの下にこれぐらいの数のオブジェクトが実は存在しているといったですね、これは表現をしているんですけども、今のところすべてロケーターでこれは表示しているというタイプを使っていますので、全体のですね、巨大なシーンですね、そちらの、まあ、ロードですね、この、読み込み時間の、まあ、短縮ですね、ができます。がしかしですね、ロケーターのままでは、よくわかりませんので、実はですね、この中央部のところ、ここがシーン全体の、中心部の広場なんですけども、ここをですね、別の選択しているデフィニッションのロケーターですね、別タイプのものに切り替えます。で、ここでですね、今、こちらにリプレゼンテーションというものがたくさんありますけども、メッシュのタイプというのがもちろん、登録されてるんですけども、メッシュノードを開くと
どれぐらいかかるんでしたっけ、時間は、まあ、に継続したとき2時間ですね。大体それぐらいかかってましたね。2時間で、マヤのメッシュ濃度ですね、明確に言うとメッシュ濃度のクリエイトに、時間がかかるという、まあ、そこそこのシーンなん で,、うん、なんですが、これはですね、各、オブジェクトには、GPU キャッシュというものが取ってあります、ね、これはアリンビックの GPU キャッシュですね、はい、取ってますので、そちらで開いてみましょう。メッシュをですね、拾うよりは読み込むよりは GPU キャッシュで、読み込んだ方が格段に早いです、うん、はい。でですね、では全体ですね、開いちゃってみましょうかね。ジオメトリの確認ということで、すべてのデフィニッションですね、これを選択しました。でここでですね、シーンアセンブリの中で GPU キャッシュですね、こちらを選択します。今読み込んでますが、読み込みが開始されるとこういった形で、ローディングをしながらですね、オペレーションが可能ですね。ホットボックスを開いたりとか選択したりとかですね、こういったことが可能です。で、まあ、あの超巨大なデータですね、こういったものも、まあ、読み込み時間ですね、こういったものは多少改善ができるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、広場の、はい、広場の中心に行きますね。広場の中心のオブジェクトを選択しましたが、すべて、まあ、GPU キャッシュということで、これはモデリングができません。テクスチャーも、実は表示することができないんですが、それでは困りますので、この段階で、この子だけ、メッシュタイプですね、切り替えます。で切り替えますと、リファレンスも使用して、こちら実際のマヤのメッシュノードですね、ということでこのシーンには今メッシュノードですねは一つしか存在していないといった状態で、マヤがですね実際にメッシュノードで確保するメモリですね、それも非常に小さい状態で今作業しています。では、まあまあ、この段階であればですね、まあ、あとはリファレンスと同等にトランスフォームですね、トランスフォームをかけて移動したりですねということが、普通にできます。はい、ではですね、まあ、2人でやってますので、このジオメトリーをですね、シンボルのこのデフィニションノードに、これですね、ここに一つタイプ、別タイプのメッシュをですね、追加してもらいたいんですけども、というモデラーの方にちょっとお願いをしてみます。はい、それでは画面変わりまして、先ほどモデリングの変更の指示が来ましたので、こちらの方でモデリングをしていきたいと思います。もうすでに、先ほどのデータをもとに変更した内容というものがこちらにありますので、新しい名前でデータを保存していきたいと思います。まずはこちらの方で02というふうな名前をつけてあげて、このシーンは一旦閉じます。あとはアッセンブリ定義ファイルをあらかじめ用意したデータがありますので、こちらの方を開いていきます。まあ、そうすると一見何もないように見えますけれども、こちらの方ですね、データを選択するとこちらのロケーターであるとかジオメトリーとかキャッシュファイルとか、先ほど見ていた画面と同じような構成でこちらの方にリスト化されています。で、まあ、リストの中から一番上のトッププライオリティのロケーターが表示されているわけなんですけれども、優先順位を変えたい場合は、例えばバウンディングボックスを上にしたりとかしてあげて、シーンを開いたときにバウンディングボックスが表示されるような構成を取ることもできます。では先ほど保存したオブジェのデータですね、こちらの方新アセンブリリプレゼンテーションを追加というところから登録していきます。あと分かりやすいようにラベルをモディファイというふうに名前を変更してあげることによって、まあ、このシーンを開いたときにどういった状態か分かりやすいようにしておきます。
であとはこちらからですね新アッセンブリーを今モディファイになってますけれども先ほど見ていたオブジェクトに変更するであるとかっていうことができるようになります。このような感じですね。でこちらに登録されたらばあとはそのまま上書き保存してあげることによって、レイアウトされたシーンで今変更した内容のモディファイというものが、表示されるようになります。では簡単に新アッセンブリのメカニズムというものをこちらの方で、デモしていきたいと思います。でまず新アッセンブリ定義ファイルというものを作らないといけないので、作る場合は作成メニューの新アッセンブリのアッセンブリ定義の作成というところからデータを作成していきます。でこちらの方規定で、ロケーターリプレゼンテーションを追加するかどうかというものを聞かれてきますので、この状態で OK にしておきますと。であとラベルですね、こちらの方に、分かりやすくですねアノテーションを追加してあげたいのでエグザンプルというふうな名前を付けてあげることによってアノテーションが追加されますですね。ロケータープラスアノテーションが追加されているというような状態になります。であとはアッセンブリー定義ファイルですね、こちらの方を選択して、必要なジオメトリであるとかキャッシュファイルとかあとはバウンディングボックスのデータであるとかそういった軽いデータをどんどん登録してあげたり最終的にはシーンを登録してあげたりということができるようになります。まずはこちらからですね簡単にスフィアのデータを登録していきたいと思いますけどこれでリプレゼンテーションが2つになったというような構成になります。で右クリックからロケーターに切り替えたりあとは前のシーンデータに切り替えたりということができるようになります。でもう一つはキャッシュリプレゼンテーションの追加というものがありますのでこのデータをもとにキャッシュファイルを出力したものがありますのでこちらの方を登録してあげます、そうするとスフィアのキャッシュファイルとジオメトリーデータとあとはロケーターというような構成でこのシーンが成り立つというような感じになります。でこのシーンのままだと変更とかできませんのでこちらの方を定義ファイルを保存します。別名で保存すると AD という名前で保存してで作る場合はアッセンブリーリファレンスとして先ほど作成した AD という名前のデータですねこちらの方をロードしてきて、位置を再編するであるとかあとはコンポーネントの簡単な修正とかそういったことができるようになります。これが前のジオメトリーデータですね。で例えばこちらの方フェイスを選択してあげて移動しますと。でこの状態がすべて編集のリストに登録されますので例えばこちらの方をコピペして、プログラマーの方に渡すとかもしくはこれを見ながら、この変更内容はちょっとまずいねという場合は削除して元の状態に戻すとかそういったことができるようになります。このシーンに別のもの、キャラクターですね、キャラクターを登録というか読み込みたいんですけども、はい、どうすればいいんでしょうか。とリファ、新アセンブリーリファレンスとして、定義ファイルで保存したデータをロードしてみてください、アセンブリをデフィニッションが入っているシーンファイルを新たにロードですね、はい、キャラクターというファイル、はい、AD という名前で、はい、キャラクターがここに出てきてますが、こちらの表示ですね、点線になってますので、GPU キャッシュのこれはキャラクターで、このままでは何も作業ができませんので、実際の実ジオメトリのキャラクターですね読み込んでみましょうか。切り替えてみました。はい、こちらですね、リグもちゃんと入ってるようですね。で、こちらのキャラ、デフィニッションですけども、別キャラクターもこちら登録されてるんでしょうか。はい、何個かバリエーション作ってますので別のキャラクターもバリエーションとして入っているといった状態に今なってるみたいですね。はい、はい、では最初のキャラクターに戻りましょう。はい、それでですね、乗り物があったと思うんですけども、はい、そのモデルも
読み込みたいんですが、はい、それもですね一応アッセンブリーデフィニションとして、はい、保存してますので、スペースシップ AD という名前で保存しております。新アセンブリのアセンブリリファレンスの作成ですね、はい、後に変更があるということで一応、はい、スペースシップですね、はい、で、スペースシップという、これはバイクですか、まあ、バイクというか飛行船みたいなやつですね、ね、最初の状態は今ロケーターが優先順位として高い状態で表示がされてますので、これをですねスピーダーというものに切り替えます。するとですねここに出てきましたね、かっこいい乗り物が出てきましたけども、アニメーションもついてますね。で、これに今度は乗せてみたいんですけども、はい、指示をください。あ、そうですね。まあ、そこで乗せると時間かかるので、ATOM というアニメーショントランスファーオブジェクトモデルを使って、はい、そのスタティックの位置情報だけですねを、保存しておりますので、それをキャラクターのコントローラー全部選択してもらって、はいはい、で、ロードしてみてください。そうすると非常に楽に構図が作れると思います。キャラクターリグのコントローラーすべて選択をして、ATOM ですね、はい、ATOM のアニメーションの読み込みですね、読み込みですね、でファイルの指定は、データの中に、ライドっていうのがありますので、それをライド、はい、乗ると、乗るで、あとはとネームスペースちょっと違う名前で作ってたので、はい、リグという名前空間を検索の方に入れてもらって、そちらで制作時はネームスペースはリグだったって話ですね、はい、そうですね、で、ネームスペースをじゃあこのチャー AD ですか、はい、これに切り替えてみましょうと。でこれでロードですね、はい、ロードと、ということで簡単に乗って しまいましたが、乗れてないんですが、酷なんですけれども、そこで高速コンストレイントをおのおのつけてもらってですね、はい、コンストレイントよろしいですか。で今回の2014のバージョンから、2013.5 ではできなかったそのコンストレイントというものを、持ってきたアセンブリリファレンスとして持ってきたデータに対して、あノードに対して登録することができる、あできるようになりましたと、はい、ここのことでしょうか。そうですね、各足のパーツであるとのとこですね、はい、に、じゃあデフィニッションデータ同士のこれはコンストレイントということになりますね、はい、とペアレントでじゃあかけていきます。で1箇所ですね、まあ、1箇所が止まった感じで、あとはですね、両手両足を手作業でやっていきます。右足コンストレイン、今度は右手ですね、右手の IK のエフェクターが、はい、つまめました。でコンストレインと、では再生してみますが、腰がまだ、浮いた状態になってますね、はい、こちらもコンストレインとかけましょう。はい、乗ることがようやくできたんですが、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、これ別のキャラクターに切り替えたいなんてことも、そうですね、名前空間というかノードの名前が一緒なので、おそらくその拘束条件とかコンソレントは、接続されたままになると思います。わかりました。じゃあ、ですね、最初に表示、最初の方で表示をしたロボットですね、はい、これに、キャラクターのですねリプレゼンテーション、切り替えてみます、はい、よいしょ、切り替わりましたね。スイッチ一つで、まあ、こういった形で、まあ、ペアレントが継続した形で別データ同士のデフィニッション同士でコンストレインが、まあ、
継続 させることができるということですね。非常に便利ですね、はい、でまた戻しますけども、ではですね、ここまで来ましたので、この状態のものをですね、アニメーションをさせたいんですが、はい、よろしいでしょうかね。まあいいかなって感じなんですけれども、ちょっと待って、飛ばしたいんですよね、はい、で、飛ばしたい場所、私、指定があります、うん、指定をお願いします。広場のですね、この中心部のとこなんですが、よいしょ、ここにですね、トンネルみたいなところがありますので、はい、この中を飛ばしてほしいんですよ、はい、で、カメラがですね、もう私作りましたので、あ、はい、あの、見ていただけますか。ちょっと待ってくださいね、はい、でこういった形で、このカメラの前にキャラクターを飛ばすみたいな形 で最後ですね、脱出といった形にしたいんですけども、では、私が作ったカメラ読み込んでもらえますかね。あの、はい、コンテ付きで書いてみましたので、はい、ありがとうございます。で、こちらの方ですね、任せの方で書いてもらった、まあ、グリースペンシルのまあ、内容なんですけども、まあ、こういった絵コンテがあって、まあ、これ通りにまあ飛ばせというようなまあ指示が来てますので、これに合わせてまあこのバイクですねをアニメーションしていきたいと思います。グリースペンシルは新機能ですか。はい、新機能ですね。でグリースペンシルなんですけども、こちらの方ですねからアクセスすることができます。非常にシンプルですね。何もあのデモも必要ないとは思うんですけども、一応こちらの方ですね、ブラシがあって、タイムフレーム上にまあそのバーチャルのグリッドを作って、そこに対してペイントしていくというような形になります。なのでフローとしては、まずあのレイヤーを作ってあげて、ここに対して何かを描いていくというような形になっていきます。でこれ今エアブラシであるとか、あとはこの柔らかいソフトペンシルですね、あと普通の鉛筆とペンシルというような3つのタイプの、でもちろんカラーも選択できる。そうですね、カラーも選択できるしっていうような、あと消すこともできます、はい、であとですね、こちらの方にプリフレームゴーストを表示というものと、あとはポストフレーム、ゴーストですねの表示というものがありますので、こちらの方を有効にすることによってアニメーションの、ポストかプリかっていうような先か前かっていうやつなんですけども、そちらの、情報を見ながらアニメーションを再生させるということもできます。こんな感じですね。でこちらの方ですね、前後、4フレームまで規定であるんですけども、その他ってやるとこちらの方にフレームナンバーを指定することができますので、すべてのタイムフレームのアニメーションというものを表示することもできますというような感じですね、はい、だからこの場合はちょっと煩雑になってしまいますので、1フレーム1フレームずつですね見てアニメーションを作っていこうかなと思います。でカメラのアニメーションはもう来てますので、あとはこの飛行船ですねのアニメ、バイクですねのアニメーションをすればいいと思いますので、ちょっとセクター分けしたデータを、アセンブリリファレンスとして読んでますので、ガイドとしてこの4つのセクターですねを、GPU キャッシュとして表示してみたいと思います、まあ、そうすると非常に高速なので、まあ、こんぐらいの短時間の状態 で、ね、はい、GPU キャッシュ非常にロードが速いということで、ね、使えます、はい、ということでアニメーションをじゃあここからつけていきましょうというものはですね、何も新機能はありませんので、もう作ったデータでやってもらおうかなと思うんですけれども、よろしいでしょうかね。はい、まずこっちの方からですね、出来上がってると。はい、出来上がってますね。これは違う乗り物に今なってたっぽいんですけど、ね、そうですね、はい、なので、こちらの方ですね、アッセンブリーデフィニション、定義ファイルですねに、このバイクを登録して、そちらの方で、読んでもらいたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、はい、ちょっと待ってくださいね、ちゃんとできるかは分からないんですけど、ファイルのさっきこれですよね、スペースシップってやつ読んでますよね。スペースシップ、はい、これですよね。でこちらの方は見てみると、先ほどのスピーダーという飛行船しかありませんので、じゃあちょっとちゃんとできるか微妙ですが、バイクを登録しましょう。はい、登録してください、はい、
あ、来た。ありますね。よかったよかった。それがで、こちらの方のラベルをバイクというふうな名前にしておきますので。はい。で、リプレゼンテーションリストの中に、バイクというものが登録されるはずですので、これちょっと保存しますね。はい。ちゃんと芯を保存。今度は、保存されてるはずなので、一旦ちょっとリフレッシュしてみてもらっていいですか。わかりました。では、はい。では、私の方で、このバイク乗り物の、デフィニッションノードですね、こちらをリフレッシュしてみましょう。リフレッシュと、お、バイクというのが追加されましたね。はい。で、今一番最初に読み込んだ状態ですね、リフレッシュした状態ですと、一番最初がデータタイプがロケーターになってますので、そこにキャラクターがこれ今コンソレントして しまっているという状態ですね。では、バイクというのに作ってもらったものですね、こちらに切り替えてみましょうか。はい、はい、今度はうまくいきましたね、先ほどのですね、トラブルがありましたけども、こういった形でですね、実際は、切り替えるというのデータですねの更新が、まあ、簡単にできるというのがこのシーンアセンブリですね。通常のリファレンスファイルをですね、複数個、読み込んで管理をするよりも、まあ、一つのノードに登録をして切り替えるといった使い方が便利だと思います。はい、ではこれは、コンテ通りにアニメーションを飛ばないですね、はい、作っているので飛ばしたいですよ。先ほどのアニメーショントランスファーオブジェクトモデルというアニメーションのキーフレーム情報だけがあるデータを ATOM ですね、はい、では、バイクですね、バイクを選択して ATOM ですね、 ATOM ファイルをバイクアニムでいいですか。そうですね、バイクアニム ATOM 開くと、まずこれを設定して、作業時のネームスペースは、はバイクですね。バイクですね、はい。バイクネームスペースをスペースシップですか。はい、スペースシップ AD ですね。これにリプレースをしてキーをアサインするという形ですね。では適用してみます。はい、バイクが、画面から消えましたけども、これはですね、おそらく先ほど、指示をしたカメラのところに出てくるんじゃないかと。はい、そうです。出ますよね。出ます、出ます。はい。出てきましたね。はい。といった形でですね、まあ、なんでしょう。パイプラインをですね、今、再構築している方とか、まあそういった方にですね、こちらの機能をですね、ぜひ使っていただきたいなと思います。はい、名前は新アセンブリーツールですね。ですね。はい。はい、ということで、はい、我々からは、マヤのご紹介ですね、はい、以上となります。清聴どうもありがとうございました。